ここもね、ぶどう狩りのなんかこう受付がありますね。そしてね、はい、こうね、看板があります。はい、ぶどう狩り案内所。そして、この奥にはね、ごめんなさいね、今なんか消毒もんで、ちょっとやかましいんですけどね、はい、これ全部ぶどう畑ですね、この辺一帯。はい、そして、はい、こちらはね、多分ね、鳥かなんかのね、食べられないようにちょっとネットで覆してありますね。はい、こんな感じでちょっとこう、ちょっと今ね、音がやかましいと思いますけど、はい、これ全部ぶどう畑です。はい、ではちょっとね、場所を移動したいと思います。はい、ちょっと少しね、場所を移動してきました。はい、これ、はい、ぶどうがなってるの分かりますか？ちょっとね、画面暗いんですけどね、今見てる限り、はい、ちょっとこう行ってみますね。はい、はい、はい、一応ね、はい、こういう感じで、ぶどうがなってますね。これね、もう本当もう道の際になってるんですよ。そしてこれ道を挟んで、この反対の方向もね、こう一応これネットでね、覆われてますけどね、はい、全部ぶどうですね。はい、そしてこの方向、ずっと山、これはね、もう生駒山地の一番北の外れになるんですかね、ここ、はい、こうね、ずっとね、ちょっと高い山がそびえていますね。でこういう具合にこうちょっと、ちょっとぐるっと回ってみたんですけどね、はい、たくさんのもの、これは全部路地物ですね。はい、あ、ちょっと涼しい風が時折吹いてきてね、もうぶどう畑、もうぶどう一色ですね、これ。はい、でね、ちょっとね、遠くの方にね、はい、これね、学校が見えるんですけどね、これ、関西創価高校といいます、はい、ここもね、もうかれこれ、何年ぐらい前、25、6年前かな、春の選抜の甲子園に出たことある、名門校ですね。はいはい、では一応これで、このぶどう畑終了しましょうかね。でもまた今からね、またちょっと直売所によって買うかもしれませんけど。はい、はい、はい、では皆さんは、はい、これで一回ちょっと切りますね。はい、はい、こんにちは、ともじいです。今日は大阪府東部にある片野市というところにぶどうを買いに来ました。今、デラウェアというぶどうが今これから最盛期を迎えるにあたってね、ぶどう大好きなんでね、飛んできたんです。こう今この景色はね、ちょっと遠目で見にくいかもしれませんけどね、はい、ぶどう畑が広がってますね。でね、ちょっと今からね、ぶどうちょっと買うにあたって、お店の方行かさせてもらいます。はい、ここの今お店はね、田中ぶどう園さんというところに来てますね。で、この撮影するにあたって一応、前もってここの、お店の方に、撮影してもよろしいですかとお伺い立てて、はい、ちゃんと了諾を得ての撮影でございます。はい、ではちょっと見させてもらいますね。はい、ここにはね、これ全部100円ですね。お茄子に、これは何かな、万願寺、きゅうり、トマト、そしてね、ここに、今日のメインですけどね、はい、デラウェア、はい、これ、新物用ですね、箱に入ったやつ、はい、こういうふうに、そしてちょっと引きますね。はい、はい、ここにはね、これ多分ね、お家で食べるように、袋に入れてくれたやつ、はい、1キロで1100円となってますね。でこれが、ここが1キロ箱入れで1800円。あ、わ、これだいぶ量産入ってますわ、中。あ、でちょっと、はい、
すみません、ちょっと作業風景で撮らさせてもらってもよろしいですか。すみません、入ってよろしい。ちょっとすみません、あ、クーラー効いて気持ちいいですよこの中。はい、ではちょっと失礼します。今ねこれね、はい、こういう風にブドウ、これ朝の収穫してきたやつですね。はい、それをね、一応選別しながら、箱詰め、またこれ地方発送もこうしてはるみたいですけどね、こういう感じでね、はい、皆さん朝早くから、作業に勤しんでおりますね。まあこれからね、もうますますこれ最盛期迎えると思うんですけどね、まあ、この大阪府のこの東部片野市っていうところはね、本当にあとね、秋には秋かな、みかん狩りもするとこもあってね、はい、まあ私友人はもうね、毎年ここ、ここは神宮寺いうとこですね、確かね、はい、そこにねいつもねこうブドウを買いに来てるんです。はい、こうね、いろんなこうブドウありますよ。まあね、これ撮影終わる時には友人もちょっと今日買って帰ろうと思ってます。はあね、これすごいブドウの量ですね。もう一つずつね、丹精込めて育ててた、デラウェアだと思います、これは。これ、デラウェアが終わったら次はベリーエかなんかですか。いや、デラウェアが終わらんでも、うん、7月の20日前後になったら、はい、こう、粒の品種が。ああ、そうですか。はい、では、でもね、ちょっとね、家で食べるのだけ買うて帰りますわね、今から。これはほな、外にあるやつでいいのかな。袋が家庭用になってますんで、ちょっと買って帰るんやったら。何おさぐらい入ってるかちょっと見てみるかな。ごめんなさいね。はい、あっと、俺の車が映ったらやばい。だいぶ入ってますよこれ。じゃあこれにしようかな。はい、あ、重たい。これ分かりますかね。どうしようかな。はい、はい、私友爺はこれを買って帰ります。1,2,3,4,5,6、はい、6房ですね。はい、ではこれをお願いしたいんです。はい、ちょっと、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっと財布は中身を見せたくないのでね、ちょっとブドウの方を移しておきますね。はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっとね。はい、ではこれでお願いします。はい、ちょっとおまけ5,100円お預かりします。はい、ちょっとおまけなんてないわね。はい、田中ブドウ園さんですね、ここは。はい、そうですね。ね、はい、まだまだこれから今始まったばっかりのブドウですからね、また皆様もしよろしければ足を運んで買いに来てもらっても価値はあると思いますよ。はい、はい、あ、じゃあ、はい、これもいただいてます。はい、すいません。はい、ちょっとねお財布の中に入れておきますんでね。はい、ちょっと待ってくださいね。あ、入らないね。はい、あ、これは路地もんですか。ハウスです。あ、ハウスですか。はい、はい、路地もんってまだやね、ほな。はい、はい、はい、こうやってね、なんかね、丹精込めてのを取ってありますね。そうですか。あ、これちょっと試食、一つ呼ばれてみましょう。ね、はい、あ、めちゃくちゃ甘いです。はい、ありがとうございました。はい、甘いですねこれは。はい、はい、はい、では以上ブドウ園からの、
ブドウ園からのこれ、ちょっと中継終了したいと思います。はい。